どうだったよ、カプコンクオリティ。俺がゲーセン通いのバカになるのもわかるだろ。もう私は後ろから見てる方が好きだけど。あの駄菓子屋な、おばちゃんが年だからもうすぐ店閉めちまうんだよ。おばちゃんの元気づけにって毎日通ってたんだけど、残念で仕方ねえ。そういえばね、ああいうゲーム機械昨日うちの店にも導入されてた。マジで？何があんの？確か三国志の天地を食らうか、あとヤンキーみたいな熱血紅白クニオくん、それと源平堂まで。素晴らしい。でも外にあるから寒いんだよね。全然へっちゃらだぜ、冬休み毎日行ってやる。そうか、俺の新しいオアシスは日高の家にあったのか。毎日か。あれ、なんで私ちょっと浮かれてんだろう。実はね、私にもやりたいゲームっていうか見たいゲームがあって、セプテントリオンってやつなんだけど、あと音切りそう。でも私ちゃんとできるかわからないから、矢口くんがやってるとこ見せてくれたらなって。やだ、自分でやれ。え、鼻から諦めてどうすんだ。やってどうしてもダメな時に俺に言え、そん時は俺がビシッと手本見したるからよ。あ、死んだ。ま、こんなとこかな。じゃあな、日高。待って、矢口くん。あ？これ、クリスマス会の交換プレゼント。私たちサボっちゃったし。ああ。矢口くんの、それ、ちょうだい。じゃあ、はい。中身何？手袋、自分で作ってお母さんにラッピングしてもらったの。へえ、すげえ。ちょうどよかった、この副車らしの中でゲームするとき手がかじかむから。あー、でも手袋しながらだと操作性が若干狂うんだよな。寒くて指が固くなるよりかはマシでしょ。うん、ん？なあ、お前すごく赤いけど大丈夫か？え、そう？38度。せっかくの冬休みなのに風邪なんてひいてもったいない。いいな、ゲームバカの一方通行男。陰険プレイ、揚げた手袋をあんなにして揚げ句に喧嘩。バカ男、新年早々嫌な気分。嫌い、あんな男大嫌い。でもマイペースすぎる性格は前から分かってたのよね。ゲームのこととなると妙に意固地になるところとか。そういえばお年玉セールやってるゲームショップで私をゲームセンターに連れてったばかりに何も変えてなかったよね。当初の目的が頭からすっぽり抜け出ちゃったのかな。なんか悪いことしちゃったかしら。右手の手袋が壊れても大丈夫、左手の手袋を裏返しにしてはめれば連打可能よ。どうでもいいか、矢口くんなんか。うわ、本当だ、思い詰めた表情。まさか私が昨日怒って帰ったからそれを気にして。って私の思い上がりだよね。下にいる変な男はそんな気を使う人じゃないはずだし。ほら、やっぱりゲームしに来たんだ。多分スーパーストリートファイター2ね。ガイルっていうアメリカ人の。絶好調みたいだね、多分。このゲームはあまり知らないけど、矢口くんがものすごく勝ち進んでるのがよくわかる。必死に攻防してる音ね。外はものすごく冷えるだろうに、ゲームってのはここまで情熱を向けられるものなんだ。こんなに熱中できるものがあるのって羨ましい。あれ、うわ、外吹雪いてるじゃん。さすがにこんな天候じゃ家に帰ってるよね。っていうかいたらちょっと引く。
しかすると私が出てくるのを待ってたりして。ってバカ、それが思い上がりなのよ。でも呼ばれたら別、呼ばれたら全然普通にパッと顔を出せるのに。日高いるか、一緒にゲームやらねえか、なんてこと言ってきたら一緒にゲームやれるのに。ダメだ、一人の変な男が気になって気になって、辛抱たまらん。矢口君、日高、こんな吹雪の中バカじゃないの。ああ、俺はバカだと思うよ。それを言いに来たってのか。違う、あったかいお茶持ってきたのよ。風邪ひくといけないから。今手が離せないから飲ませてくれねえか。なんなのこの人、ほんと変わってる。熱くないのかな。それより矢口くん、今日はずっとここにいるけどね、私に何か用があったのかな。日高に用？用は特にないな。それより見ろ、今現在叩き出しているこの高得点を。今日は日高んちの筐体全部のハイスコアを YAG で埋め尽くしてやるんだ。この雪の日だと今日なら他の邪魔が入らねえだろ。まさに最高のマーキング日和ってわけだぜ。ほんと、ブレない人。でもムカつくから電源落としちゃえ。ずうずうしいかな、たかがギリチョコ渡すだけで家に押しかけるの。ポストにでも入れておこう。当日渡さなきゃいけないってわけじゃないんだけど、なぜかこういうのって当日に渡さなきゃって思っちゃうのよね。人にあげるの初めてだけど。確かここだっけ、本当にうちから近いとこだったんだ。うちの店にしょっちゅうゲームやりに来るわけだね。だから風邪ひくのよ。矢口くん寝てるのかな。あ、寝てない。かすかに聞こえるこの独特なゲーム音。あの人風邪ひいて休んでるのにゲームしてる。あら、ハルオに何か用？何も言わなくていいわ。今日が何の日か分かれば察しがつくって話よ。さあ遠慮なく上がってちょうだい。あ、でも矢口くん風邪じゃ。そう、確かに朝は風邪で辛そうだから学校に電話入れたの。でもその電話を終えた瞬間にピョーンって元気になっちゃってさ。若くて可愛いお母さんだな。お邪魔します。あっ、違うんだ、これはその鎌倉幕府が誰だったのか歴史の勉強をしていたところなんだ。ラスボスの頼朝を倒すべく確かめに行ってたんだ。知ってんじゃん。用ってわけじゃないんだけど、風邪って言ってたから様子見に来たんだ。あとついでにこれとこれ。おお、今月のゲーメストじゃんか。よく気づいてくれたな日高。さてさて、今月の特集は。ああ、はい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 、なるほど。じゃあ私はこれで。じゃーん、春尾ママのおもてなしデザート、漫画で出てくるホットケーキよ。ダメダメ、帰らせないんだからね。うちの春尾んとこにこんな可愛い子が来たんだもの。ありがとうございます。矢口くん、後半すごくおとなしくなったような。無理させて悪いことしちゃったな。今日一緒にいてわかった、矢口くんは私のことなんて全然見てないってこと。それでもこの気持ちは曲げたくない。うわ、初心者相手に弱パンチのみで倒そうとしてる。優しいのか、ただただ性格が悪いのか、多分後者ね。もし一緒になって欠陥なんてしたら大変そうだな。しゃあ12連勝。おい、沼田が来るぞ。なあいつ、なんでしょっちゅう見回りに来るんだよ。けこの連勝記録を放置して逃げるしかないのか。私が代わってあげようか。え、矢口くん制服だから見つかっちゃうし、私私服だから気づかれないかも。そんないいからいいから、トイレにでも隠れてればいいよ。負けて連勝記録をストップさせちゃうかもしれないけど。すまねえ日高、とにかくここは任せたぜ。なんとか耐えてみせるわ。カップルでの共同プレイか、羨ましくて死にたくなるぜ。
カップルか。周りからはそう見えるんだ。見知らぬ土地の俺的聖域、しかも誰もいねえ。こりゃたまらん。一応京都駅に連絡して伝言を頼んでおいた。おっと、パロディウスだ。鈍行が今落石で遅れてるらしいから、しばらくここで立ち往生だよ。これな、チチビンダリカってのが出てくるんだぜ。お、イライラしてるな。そこのワニワニパニックで解消しとけ。憎たらしい。そうだそうだ、俺たちを置いていったみんなに怒りの鬱憤をぶつけるがいい。あなたに怒ってんのよ。矢口くんが持ってなかったソフトだったから。なんだと、スーファミ版ファイナルファイトを手に入れたのか。やりに行く、やりに行く。こういうことしか食いついてこないんだもん。でも矢口くんとの共同プレイができるのはちょっと嬉しいかも。なんだと、スーファミ版ファイナルファイトを手に入れたのか。貸してくれ。やだ。おお、意外にケチンポだな。なんで怒ってんの。この前夢の中でお前が出てきたぞ。え、お前に100連勝された挙句、ナインハルトズイガーをけしかけられる悪夢だ。何その夢。でも嬉しい。なんだよこの野郎、ニマニマしくさって。だって最近矢口くんよくゲーセンに来るから。俺の闘志に火をつけたのは日高、お前だぜ。うぃー。あのハンターめっちゃうまいっすね。ほんとうまいっすね。え、何。今一人っすか。もしよかったら一緒に UFO で景品をキャッチしませんか。あなたは台の側面から覗いていただき、ベストポイントでストップと言ってほしいのです。何よそのインチキ。矢口くんだったらそんなことせず、まっすぐ距離感に挑むはずよ。よう日高。今日も強豪プレイヤーの男たちを泣かせに来たか。矢口くん、なんだ彼氏持ちか。逃げよう。あ、お友達。彼氏。異性として私は矢口くんのことが好き。10カウントで終わる世界はモノクロだった。大好き。ひどく。何も言わないで。何も言わないで、恥ずかしいから。俺のサタンで。ごめん矢口くん、ごめん。一方的なのは分かってる。矢口くんにとって大野さんが大きな存在だってのも分かってる。二人の関係は他人が入り込む余地がなさそうなのも分かる。それでも私は矢口くんのことが好き。こうなったら強行手段。前々から言われてた矢口くんとの再戦、その勝負で矢口くんが勝ったら私はおとなしく引き下がる。で、もし私が勝ったなら私と付き合って。恐ろしい攻防を覚えやがって、今でも手の震えが収まらねえ。コンフィの恐怖にゲボが出そうだった。日高の実力は凄まじいものだったが、乗り越えねえと前には進めなかった。おかげでゴーシの矢口復活の兆しが。バカじゃないの。何がゴーシの矢口復活よ。これはあなたと私の勝負だったはずでしょ。人の気も知らないで前ってのは日高氏、妖精。何よあのガードキャンセルの嵐。なめプレイでしょ。人のことバカにして。違う。急お肉びひねりもあえてやらなかったでしょ。お情けでもかけてたの。やろうとしたんだが、
私にあと2回勝たなきゃ矢口くんの勝ちとは言わせない。なんじゃと。前に3回勝負で私が2回勝ってるでしょ。日高てめえ、くそ、なんて愛され方だ。この矢口って野郎をひんむいて刺身にしたれ。待て、ハロー。大丈夫小春ちゃん。ダメ、悔しくて仕方ない。矢口くんに対しても悔しいけど、あんなに練習したのに負けちゃった自分にも悔しい。その悔しさこそが心の底からゲームを愛している証拠よ小春ちゃん。その愛情と悔しさをバネにすれば次の強さにつながるわ。全然かっこよくもないし鈍感だし、何考えてんのかわからないけど、大好きになっちゃったんだからしょうがない。矢口くんも格ゲーも諦めたくない。次の強さにつなげてやるんだから。